で、販売する人が一元さん断りなのは分かってるの。でもね、私もあの味を知ってしまったらやめられなくなっちゃって、ほら今って週でも簡単に手に入る時代じゃない。私は大丈夫。私はちゃんと自分でコントロールできるから。ねえ、あなただって上質。ありがとうございます。何か飲み物でも、コーヒーでいいですか？あ、はい。吉川さんでしたよね。この世界のことをよくご存知のようで。マーケティングの最高の形は口コミだということね。どうぞ。ありがとうございます。信頼できる相手としか取引しないのは分かってます。誰もが好む素晴らしい製品を持っているなら、ユーザーはそれについて他の人に紹介してくれる。だから最初は無料で体験してもらってるんですよ。ところで、吉川さん、ご主人のこのことは？知らないです。ギーってなんだか忙しいみたいで。専業主婦の方に多いんですよ。我々の製品に興味を持って実際手に入れるのは。そうなんですか。顧客を獲得するのは大変なことだ。しかし一旦有料な顧客をつかめば楽なもんです。しかしそれはなかなか難しい。時には手荒なやり方も必要になってくる。はあ。その辺を見極めるのがなかなか難しくてね。経験が必要なんですよ。情報ってどこまでが本当かちょっと判断しづらくて。もうそんな真剣にやらなくていいのよ。まだいつも硬いんだから。ネットの情報なんて所詮信用できないんだから。ある程度参考にしたら後で面白おかしく書き立てれば売れるんだから。でもさ、売れればいいってのもどうなのかな。だからあなた硬いのよ。そうやって真面目でいるから売れないのよ。相変わらず厳しいな。今度の新刊は間違いなく売れるわ。地に落ちたしょうがないでしょう。はい。はい。何なんですか、あなたは。俺が誰だか分かるのか。あんたあたりがいい加減な本のせいで落ちてしまった。もっと演劇界のカリスマだよ。人のうちに勝手に上がり込んできて、話があるんだったらアポ取ってもらえますか。何度連絡したと思ってんの。
手ばっかり使えない。